皆さんこんにちは、ヘアメイクの川北です。今日はですね、この乾燥する季節、本当に困りますよね。もうそんな皆さん絶対乾きませんっていうですね、スキンケアの方法をご紹介したいと思います。いやもう寒いですね。もう寒い時は乾燥肌に本当に気をつけなきゃいけません。見てください、このツヤツヤ肌、わー綺麗だよ、光ってるよなんてね言われたいですよね。まあそういう時はですよ、まずはこちら、もうブースターセラムちゃん、もうこれやるだけで全然違います。もう洗顔後まずこれ導入してください。もうね、もう後から入ってくる水分ジュワッって言いますからね。そしたらですよ、もうね今話題になっております VC セラムテーン、ビタミン C の特上弁当ねえなんて思っております。もうビタミン C がもういっぱい入ってますから、ちょっとスポイトで垂らしていただいて、もうキュッキュッキューですから、もう首までキューですから、もうこれだけで大丈夫です。そしたら今度はマッサージクリーム、そうなんです、僕もこれで小顔になっちゃいました。もうこれをですね、しっかりとこうねマッサージしていただきます。しっかりとって言ってもですね、摩擦をかけるのでございません。もうしっかりたっぷりつけていただいて、もうこのまま滑らしていって揺らしていただければ、もうこれで完璧でございます。この首までしっかりね、はい、ケアしてください。引っ張るにはないです、ほぐすんで、これだけで朝晩やっていただければ、あなたの顔はもうバッチバチに上がりますし、もう乾燥知らずでございます。さあここからですよ、さあお出かけしますよ。お出かけしたら冬の寒い風がピュン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 当たりますから、冷たい言いながら乾燥してまいります。もうスキンケア終わった後こちら、もうこれもう UV プライマーめちゃくちゃ売れております。ありがとうございます、ありがとうございます。でこちらつけていただいたら、もう一日乾き知らずってね、もう紫外線からもブラッカー、もうこれもたっぷりつけていただいていいんじゃないかなと思っております。いやー私それでももう乾燥するねー言う人いますよね。わかりますよ、わかりますよ、お気持ちわかります。もうそんな時はですよ、あなたの強い味方グローハイライダーね、こちらですよ。もうちょっと出てるとことか乾燥してる、マスクでねいっぱい取れちゃうとか言いながらですね、乾燥してますよね、口元もそうですよね。もうこういうとこトン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 と、もうトン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 と塗っといていただければですね、もうツヤンツヤン、あなたの肌はもう宝石箱に変わります。ぜひたくさんのヘアメイクを皆さんにご覧になっていただきたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。